こんばんゲスオ、ミステリー案内人です。コツエさん、もうそろそろパソコン閉じたらどうですか？ネットサーフィンって面白いよね。いくらでもできちゃうわ。でもコツエさんはもう11ヶ月以上も続けていますよ。そうなの？道理で目が痛いはずだわ。それにネットサーフィンを続けているといつか異世界への扉を開けるサイトにたどり着いてしまうかもしれませんよ。あ、異世界ですって？俺様の名前はジャイアン。学校と家を往復するだけの陰キャだ。あーあー、俺もこの漫画みたいにモテまくりて。ジャイアン、早く学校行かないと遅刻するよ。わかってるよ、母ちゃん。おはよう。おはよう、ジャイアン。今日はとっておきの情報を仕入れてきたよ。お前、異世界へ行きたいって言ってたろ？行ってみたくないか？おいおい、それマジで言ってんのかよ。ああ、異世界の鍵ってサイトを検索したらいけるらしいんだけど、どうもガチって噂。行方不明者も出ているらしいんだ。よく教えてくれたな、心の友よ。いや、まあ、でも都市伝説だからね。よし、早速試してみようぜ。おい、引っ張んなって。善は急げだ。こうして俺たちは家へ戻るとすぐにパソコンを立ち上げた。異世界の鍵と、あった、あったぞ。マジかよ、噂は本当だったんだ。ほむほむ、真っ暗だな。なんか不気味。うわ、強い願いを持つ者だけがこの先に進むことができると書いてあるリンクがついたページへたどり着いた。もうここら辺でやめとこう。諦めたら試合終了だ。異世界へ行こう。なんだろこれ、鍵の登録。次に表示されたのは鍵の登録という画面。異世界で使う名前や性別、身長、体重などの細かい設定をするページだった。うわ、容姿も選べるぞ。イケメンにしちゃう？自由欄には理想の世界も書き込めるみたいだね。どうする？そりゃあ俺様がモテれば何でも OK さ。これで設定も完璧。ポチッとな。お、鍵の登録が完了しただってよ。いや、待てよ。なんだこれ。なになに？現在扉が混雑しているため、再度設定の上。ああ、やっぱり都市伝説ってことか。かもね。俺はそろそろ帰るよ。そんな。あれから俺は諦めきれず同じサイトで設定を考えていた。めちゃくちゃ可愛い魔法少女で悪い奴らをコテンパンにできる世界に、と。実は美少女の魔法戦士にも憧れてるんだ。はいはい、もう一度設定の上。ねえ。いろんな世界を妄想しては送信ボタンを押しまくった。次は、さあ、そうだ。身長は3メートル、体重は40キロ。うげえ、骸骨さん顔負けのひでえ体だな。で、自由設定のところは、悪魔とか妖怪とかがたくさんいて、ものすごく暗くて寒くて怖いところ。よし、これでどうだ。こうして13回目の送信ボタンを押した。その時だった。え、マジ？ここはどこだ？むちゃくちゃ寒い。暗闇で周囲はよく見えなかったけれど、徐々に目が慣れ始めてきた。すると目の前に信じられない光景が。ってことは、まだよ、俺の見た目ももしかして。おいおい、マジかよ。骨だらけ先生、助けて。なんだよ、お前、もともと人間だったのか？そうよ、私はくるみ。骨だらけ先生という師匠のもとで能力者になる修行をしていてね、パソコンで幽霊の検索してたら、異世界に入ってこんな姿になったの。へえ、お前って幽霊好きなんだな。残念ながら今じゃ怪物だ。こんな世界にいちゃ誰も気がつかないよ。そんな。
今日もくるみを投資で探してるんだけど見つからないね。骨だらけ先生、どうしたんですか？くるみを探しているんだよ。でもね、いつも浮かんでくるのはこのモンスターだ。くるみじゃない。先生、スターウォーズの映画が始まったから頭の中が宇宙人になってるんじゃない？そうかもね。少し休もうか。こっちえさん、スターウォーズ見に行きましょうよ。いいわね。グッドやチャンネル登録もよろしくぎ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。